そうです。どうしても必要なことです。僕は何があろうと近藤さんと土方さんのために戦わなければいけない。こんなことで立ち止まってちゃいけないんです。だから今日の迷いは忘れなくちゃいけない。君は優しいんですね。そんなだから僕は君に甘えてしまう。隅々まで触れたいんです。そう、暑いですね。すみません、優しくする余裕も今夜はないんです。少しくらい怖がってくれてもいいんじゃありませんか。僕は新選組の一番隊組長、新選組随一の人斬りですよ。ほんの気まぐれで君を今殺すことだってあり得るかもしれません。君を手にかけてしまえば、あの人のこともその衝撃で塗り替えて忘れられるかもしれませんね。我慢してくださいよ。僕との関係が知られたらお互い困るでしょう。ほら、もう一度口を開けてください。そうです、声が出そうになったら僕の指に舌を絡ませればいいんです。くれぐれも噛まないでくださいね。もっと僕を煽ってくださいよ。そう、ちゃんとこっちを見て、自分がどうなっているのかわかりますよね。ずっと僕を待っていたんでしょう。そうだって言ってください。君は素直ですね。指くらい上手に舐められないんですか。仕方のない人ですね。
綺麗にしてもどうせすぐに汚してしまうんでしょうけど。僕に溺れているんでしょう。知ってますよ、それくらい。